アイムズです。今回は、ベプログさんからご提供いただきました。こちら。UL のヌンチャクモッドになります。それでは手元の方で開封していきます。はい、それでは、UL の、ヌンチャクモッドを開封していきます。はい。ワニカード、マニュアルです。まあ、英語しかありませんが、ってぐらいですかね。まあ、ローバッテリーとかね、アトマイザーのショートとか、まあ、その辺の崩壊路はついてます。はい、こんな感じになります。はい、マイクロ USB のケーブル。もっと。以上です。では、モッドの方見ていきます。18650のテクニカルペンチューブモッドですね。はい、今結構ツイッターでもちょこちょこハンドチェックとかねで見ますね。はい、50スレッドパフボタンプラスマイナスボタンに液晶裏側にマイクロ USB の充電のポートですねがあります。2着ユエルとかって書いてあります。書いてはないか、削ってある。はい、うん、結構ね、質感がいいです。UL さんでは以前アトマイザーなどレビューさせていただきましたが、結構ね、爆炎タイプのものが多かった。あと RTA がちょっと変わってたかなって思ってたメーカーですね。今回クリアロマイザーセットじゃないんですけど、なんか話にっていうか、そのツイッターを見てると、なんかクリアロも美味しいよみたいなことを聞いたりします。はい、ではバッテリーですが、底面このローレットっていうかね、このね、滑り止めみたいになっているところから開きます。そして見えますかね、プラスが先に入ります。で、こちらがマイナス。18650のバッテリーになります。プラスから入れてください。そして、はい。液晶はこのような感じですね。うん。で、電源ボタンをパフボタン5回で電源オンオフになります。はい、このような感じで出ますね。パフボタンと、こっちは、マイナスボタンを同時押しするとロック。プラスマイナスボタンがロックがあります。パフボタンは、もうロックか。で、プラスと、パフボタン。ですね。こっちが、プラスなんで、プラスとパフボタン同時押しすると、プラスマイナスボタンだけがロックかかります。そしてマイナスとパフボタンを押すと、全部パフボタンもロックがかかります。で、プラスマイナス同時押しは、温度管理の方で使います。では、モード変更ですね。パフボタンを3回と、こんな感じですね。パワーモード。NI なんで、ニッケルの温度管理。SS の温度管理。バイパス。
これリセットですね。以上こんな感じになりますね。ですから、TC じゃない、チタンの温度管理はないですね。で、パワーモードでは、下は 5W。で、上は 80W。ね。で、上限加減で、切り替わりますね、上限加減が。こんな感じですね。になります。では、続いて、温度管理は SS。この SS も、可視摂氏が上限の加減で、こう切り替わりますね。どちらでも切り替わります。で、ワッテージはオートです。そして、アトマイザーをつけると、ニューコイル出るんでね、こう、イエスとして、読み込んでください。で、プラスとマイナス同時押し、長押しでもこれが出ますんで、読み込んでください。で、まあ、使うような形ですね。はい。このような感じになります。で、あとは、まあ、バイパスは疑似メカニカルですからね。まあこのような感じですかね。はい。ではカメラ下に戻して、使っていきたいと思います。はい。UL の、ヌンチャクモッド、とレビューしました。まあわかるかな。これ、接続部が25になってるんで、25まではハミ出さないようになってます。今24ミリ、つけてます。では、立ち上がりは。うん。反応悪くないですね。意外と、スパッと効いてきますね。で、まあ、ツイッターでね、ちょこちょこ見てると、どうしてもこうやって握る、ね、押すタイプになるんで、まあ、こうやって握ったりとかね、こう押したりとかも、こっちで、どっちでも押せますけど、となるんで、やっぱりこのプラスマイナスボタンを結構間違って押しちゃうみたいなんですよね。なので、まあ、プラスとパフボタンの同乗し、で、ロックね、プラスマイナスボタンの方にはロックを、こうやってかけてね、で運用していくのがいいんじゃないかなと思いますね。でマイナスとパフを押しちゃうと全部ロックかかっちゃうんで、パフボタン押しても吸えませんので、そこだけ間違えないようにプラスとパフボタンになります。うん。まあそん重量も別にね重たくないんで、うん、まあ使いやすいテクニカルチューブになるんではないかなと思いますね。うん、いいと思います。またベプログさんの商品ページの方説明欄の方に貼ってきますので、もしよろしければご覧になってみてください。それでは、今回は、ベプログさんよりご提供いただきました、UL の、ヌンチャクモッドでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。